バルター・オームゼンは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、ドイツ海軍に所属した。オームゼンは、いわゆるヨーロッパ要塞の守備隊員として1944年6月6日のノルマンディ上陸作戦を迎え、ユタビーチのクリスベック砲兵陣地を、米第四不評師団による攻撃から防衛した。選考により、騎士鉄十字章を受章した。1911年、 バルター・オームゼンは、エルムス・ホールンにて生を受け、バイマル共和国時代の1929年4月1日に、シュトラールズンと似て、共和国海軍に入隊した。1933年4月1日には一等水兵となり、1934年9月1日には、船舶勤務兵装に昇進を果たす。1934年12月12日からは、戦艦シュレスビヒホルシュタイン。 練習船、ゴルヒホック、練習艦、カールツアイス、魚雷艇 T-153 号、軽巡洋艦、軽ニヒスベルクなどで、小隊長や、中隊長として勤務。1935年11月1日に、船舶勤務一等閉九1936年9月1日に、船舶勤務上等、閉奏。1940年7月1日に、 先舶勤務兵総長に昇進。1941年4月20日には、原付二級専攻十字章を受章している。その後、戦時昇進士官候補に選出され、間もなくして海軍砲兵将位に昇進し、1942年1月1日には、中位に昇進している。1944年1月1日よりザスニッツの海軍砲兵学校にて、 遠隔測定法の教官を務める。1944年2月1日、オウムゼンはクリスベック砲兵陣地の指揮官に任命された。上級部隊は第260海軍砲兵大隊で、この陣地にはオウムゼンを含む将校3名、歌士官24名、兵卒287名の合計314名の海軍将兵が駐屯していた。これに加え、 第709不評師団第919敵団兵、連隊第6中隊より、ガイスラー将尉率いる400名程度の陸軍将兵が増援として派遣されていた。クリスベック砲兵陣地第19砲角。2010年6月18日撮影。1944年6月6日午前5時、オウムゼンは、砲兵陣地に備え付けられた即居儀を通して、 連合軍艦隊を目視する。彼はすぐにシェルブールの海軍司令部へ通報し、まもなく大西広市沿岸すべてのドイツ軍陣地へ警報が発せられた。彼が後に受賞する騎士鉄十字章の訓起と1944年6月15日付のドイツ新聞の記事によれば、オウムゼンはノルマンディにて連合軍の進行艦隊を発見した最初の軍人であったとされる。 午前5時52分、オウムゼンに砲撃命令が下る。この時点で、連合軍艦隊と、砲兵陣地の距離は 17km 程度であった。午前5時55分、オウムゼンの指揮の下、砲兵陣地が砲撃を開始。米従ン、タスカルーサ及び、クインシー、米戦艦レバダとの激しい砲戦を行う。午前6時30分、米区逐艦コリーを撃沈。午前8時、 ネバダの砲撃が砲格の一つに命中。この時点で、もともと、オマハビーチの上陸支援に従事していた、米戦艦テキサス及びアーカンソーが、クリスベック砲兵陣地を破壊するべくユタビーチへと移動していた。午前9時、3隻の戦艦による艦砲射撃の中、ネバダから放たれた砲弾が一つの砲格の内部で、炸裂、詰めていた、将兵全員が戦死する。 これにより二つ目の砲角が沈黙した。海岸から 10km ほど離れた箇所にあった第24砲角は、艦砲射撃に耐え抜き、午前11時より第5抵抗面に指定されていた浜辺への直接砲撃を開始し、上陸最中の米軍部隊に大打撃を与えた。6月7日午前7時、砲兵陣地と進行艦隊との砲戦が続く中、米第4不評師団、 第22不評連隊第1大隊は、クリスベック砲兵陣地及び30への攻撃に乗り出した。最初の構成において第1大隊は、30への侵入に成功するも、クリスベック砲兵陣地から 75mm 降射砲の水平射撃を受けて足止めされる。そしてドイツ軍は、アズビル砲兵陣地からシュナイダー 105mm カノン砲による援護を受けつつ反撃を行い、 米第一大隊長、トムシールズ隊員は大隊に撤退を命じた。アメリカ軍は、午後になってから野放を展開し、砲兵陣地への砲撃を開始する。アメリカ側の砲撃は夜通し行われた。こうした激戦が行われている。最中の6月7日朝、オウム前は、アメリカの攻撃を退けた先行により二級鉄十字章を受章している。同日夕方には、 シェルブールの司令部より旧鉄十字章の授与が決定した旨の電話連絡を受けた。6月8日午前10時、米第一大隊が、砲兵陣地に対する攻勢を再開して、三丸を制圧する。午後1時30分、砲兵陣地に対して20分にわたる、艦砲射撃が加えられ、野砲部隊による砲撃がこれに続く。この最中、大無禅は左手を負傷しており、また、 最後の 210mm 砲も破壊されてしまった。アメリカ軍は、間もなく、砲兵陣地周辺に展開し、午後4時頃より、ドイツ兵が立てこもる大避号の爆破に着手した。これを目の当たりにした、オウムゼンは、未だ4門の 105mm 砲を有する、アズビル砲兵陣地に対し、クリスベック砲兵陣地へ砲撃を加えるように命じた。まもなくして砲撃が始まると、アメリカ軍は、 大混乱に陥り、オウムゼンはガイスラー省以来陸軍部隊と共に反撃に乗り出す。これにより、アメリカ軍は、砲平陣地から南に 1.2km に位置するデンビルの集落まで撤退を余儀なくされた。この反撃で攻勢に参加していた米軍のうち15%が死傷し、98名が捕虜となった。6月11日朝までに、オウムゼン指揮下の部隊は、 すべての弾薬と医薬品を使い果たし、またすべての家宝が破壊されていた。同日午後、バルター・ヘネッケ海軍少将より電話があり、生存者を率いて脱出を試みよとの命令が下された。オウムゼ前は21人の負傷兵と126人の米軍捕虜を陣地内に残し、78人の将兵と共に米軍の包囲を突破。 およそ8キロメートル離れた、オウムイコールレストルの遊軍前線への到達に成功した。6月12日、前日に上陸したばかりの米第9不評師団が、クリスベック砲兵陣地攻撃に割り当てられる。午前8時30分、第9師団第93不評連隊が、砲兵陣地に突入するも、すでに守備隊は一人も残っていなかった。 この陣地を守るために307人のドイツ将兵が戦死し、またこの陣地を奪うために同数かそれ以上のアメリカ将兵が戦死した。6月14日、オウムゼンラはモルサリーヌに移り、また、ここでオウムゼンは騎士鉄十字章を授与された。その後、オウムゼンラは不評中隊に再編され、シェルブールの戦いに参加した。6月26日、 アメリカ軍の捕虜となる。1946年3月15日、釈放。バルター・オームゼン戦後、オームゼンは、シュレースビヒホルスタイン州の無償職員として、勤務した。1954年には、同州州議会議員に立候補した。しかし、立候補演説の折に、当時の州首相、フリードリヒビルヘルムリプケに対する非難を行い、州首相侮辱の罪で、 農務省を解雇されている。1956年3月16日、ドイツ連邦海軍に退位として復帰。1957年11月15日には、少佐。1965年8月13日には、中佐に昇進。1967年9月30日に退役。1968年から1978年にかけて、オウムゼンは、 オリンピックセーリング競技の組織委員を務め、その他にも多くのセーリングやレガッタ競技のイベントに関与した。また1970年から1978年まで、キール市議会顧問として、戦争被害者の支援に携わった。こうした貢献から、ポンシュタイン男爵記念メダルや2級、ドイツ連邦共和国功労勲章などを受賞している。娘が3人いた。 1988年2月19日、ギールにて死去。ありがとうございます。